ハーメルンの笛吹き男1284年、ハーメルンの街にはネズミが大繁殖し、人々を悩ませていました。そんなある日、笛を持ち色とりどりの布で作った衣装を着た男が現れ、報酬をくれるなら、街を荒らし回るネズミを退治してみせましょう。と持ちかけました。ハーメルンの人々は男に報酬を約束しました。 男が笛を吹くと、町中のネズミが男のところに集まってきました。男はそのままベーザー川に歩いて行き、ネズミを残らず溺死させました。しかしネズミ退治が済むと、ハーメルンの人々は、笛吹き男との約束を保護にして、報酬を払いませんでした。約束を破られ怒った笛吹き男は、お前たちの大切なものを代わりにいただこう。として台詞を吐き、 一旦ハーメルンの町から姿を消しましたが、6月26日に再び現れました。住民が教会にいる間に、笛吹き男が笛を鳴らしながら通りを歩いていくと、家から子供たちが出てきて、男の後をついていきました。130人の少年少女たちは、笛吹き男の後に続いて町の外に出て行き、市街の山腹にある洞結の中に入っていきました。そして穴は内側から岩で塞がれ、 笛吹き男も子供たちも二度と戻ってきませんでした。おしまい。ちなみにこの伝承は、東ヨーロッパへのドイツ人植民と、ネズミの集団発生とその駆除業者など、実際の出来事が混ざり合ったものと考えられているそうです。